はい、こんにちは、なのかです。今回はですね、寂しさが満たされない理由ということでお話ししたいと思います。寂しい時ってこういうふうに思いますよね。ああ、友達が欲しいな、恋人が欲しいな、結婚したいな、子供が欲しいなって。誰かとのつながりがあれば寂しくないのに、私は一人だから寂しいんだ。ちょっと見渡したらね、友達同士で歩いてキャッキャキャッキャ言ってる人たち、恋人と歩いてる家族連れ、ああみんな誰かといるから幸せなんだ、幸せそうだなって、だって笑ってるもんって。私はこうやって今一人でこうやってね歩いてるから、私は一人だから寂しいんだよなって、そういうふうにね思っちゃうんですよね。そして誰もいないから寂しさが満たされてない、私に誰かいたらその寂しさ満たされるのにと思ってますよね。でもですね、ちょっと考えてみていただきたいんですね。誰かがいたら私は幸せと思ってるってことは、その誰かっていうその存在に依存してるんですね。その人がいればっていうことなんです。それが大前提。自分の心が満たされるのはその誰かがいたら、その存在があればっていうことは依存してるんです。自分一人で今日一日を楽しむことができてない、自分が自分を楽しませようとしてない。だってそもそもの自分のこの考え方がですね、あの概念が、いや一人っていうのは寂しいものだと思ってるからなんです。一人って孤独なんだ、一人ってわびしいんだ、一人ってなんか他人から見たら、 あの人寂しそうと思われる、そういう状況なんだ。だからこの自分一人っていうこと、一人で行動したり一人で生きるっていうこと自体にものすごくネガティブなイメージ、マイナスイメージを持ってるんですね。だから一人っていうのは良くないことだと思い込んじゃってるんです。だから誰かがいれば幸せ、誰かがいたら私は笑える、誰かと一緒に出かけたらそれが楽しいんだ。でも一人じゃちょっと無理だって、一人ってわびしいもん、一人は寂しいもん、一人って惨めだもん。だからその思考なんです。その自分の思考、信じてる思考が自分を辛くして孤独だと感じさせて、私は一人だから不幸なんだと、こう自分の人生が不幸だとまで思い込んでるんですね。でそもそも他者に依存しているから、自分では何もできないから、じゃあですよ、仮に友達ができた、恋人ができた、結婚した、子供が生まれても、その相手に依存しちゃってるから自分っていうものを持ってない、凛として生きてないから、その相手に全部こうね自分が左右されちゃうんです。そして相手を監視しちゃうんですね。相手をコントロールしようとするんです。だって自分を自分で楽しませられないから、自分を楽しませてよねってことなんです。あなた私と関わる以上、私を笑わせてね、私を満足させてね、私を癒してね、私が幸せだと思わせてねって、それが大前提なんです。誰かと関わるときにそういう気持ちを持って関わるんです。だってそもそも一人じゃ生きられないから、一人って悲しいと思い込んでるからなんです。依存してるからなんです。ということは、その人間関係ってそもそもうまくいかないんですよ。人っていうのは誰かに依存されちゃうと、その人を嫌になるんです。嫌いになるんですね。そして離れたくなるんです。その瞬間から。まあ、最初はね、出会ったばっかりの時は、まあ、そういうところがあんまり目立たなくて、まだお互い新鮮だから仲良くしてても、ずっとこうね、月日が経つたびにですね、ああ、もうなんかこの人って自分にものすごく寄りかかってるな、なんか自分のことをずっと見てるな、なんか楽しませてよ、私のことを見てよ、見てよって、なんかすごくうざいなってなってくるんですね。そうするともうフェードアウトしたくなる、あるいははっきりともう別れようと言いたくなる。そうするとその人はまた一人になっちゃうわけなんです。だからそもそも依存から始まってる関係性っていうのはうまくいかないんですよ。だから友達、恋人、結婚相手、子供がねできた時も、自分をこう幸せにしてよねっていう大前提ですから、その人たちの一挙手一投足が常に気になって常に見てるんですね。それで自分の思い通りにしないと許さないわよってなってくるんです。だって依存してるからなんですよ。
依存してなかったら何も関係ないんです。その人たちが何をしようと、自分に何を言おうと、あるいは何も言わなかろうと、で自分に構わなくても、自分としょっちゅうこう連絡とか、ね、何かあったりとかしなくても、お互いを尊重してて、それで自分は自分で楽しんでて、相手も相手の人生があるんだっていうことを認めて、お互いちゃんと尊重し合ってる、依存してない関係っていうのはすごくいい距離感だからずっと続くんですけども、まあそうやって自分がですね、一人は嫌だ、一人は寂しいんだ、誰かがいないと私は寂しい、そういう概念で、それを信じて生きてる。そうするとその時に関わった人たちとはうまくいかないっていうことなんです。だから結局まずは一人で楽しむ。それをできるようになる。自分が今日一日何をしようかな、あそこに行ってみようって、もさっき言いましたけど、そういうことをする。そして、ああ今日一日本当よかったな、癒されたなって、あそこに行ってよかったな、やっぱりってね、この本読んでよかった、あの映画見に行ってよかった、あれ美味しかったなって、とにかくプラスのことを自分の心が常に思ってる、感じてる、五感を楽しむっていうことをしているとですね、もうその時にもう凛として生きてられてるから、一人で生きてられてるから、そこに誰かと出会ってもその人のことを別にこう監視したり依存したりしないから、お互いがいい距離感になれるから、すごく幸せになれるんです。だから満たされて孤独を感じないのは、自分が今日自分で楽しく生きていく、それに尽きるっていうお話でした。